2011年3月11日発生した東日本大震災によって、東北から関東の沿岸部は巨大津波によって大きな被害を受けました。自然の猛威は大切な人命と暮らしを奪い、積み上げてきた文化財にも甚大な損害を与えました。また原発事故は未経験の危機をもたらしています。岩手県には千数百を数える民族芸能があり、沿岸部には神楽、獅子踊り、剣舞など数百団体が活動しています。また沿岸特有の祭礼や年中行事が行われています。2011年7月、宮古市の黒森神社で例大祭が行われました。神楽奉納が危ぶまれていましたが、復興祈願に神楽奉納が大切だとの判断で例年通りに執行されました。奉納する黒森神楽は400年ほど前から三陸沿岸を広く巡行する回り神楽として重要無形民俗文化財に指定されています。黒森神社の巡行は沿岸の集落に黒森権現を奉じて赴き、昼は家々を回りご祈祷し、夜は民家に宿を取り夜神楽を演じます。このようにして1月3日から3月中旬まで現在は巡行します。沿岸の人々は黒森権現への熱い信仰心を持って待ちわびていますと同時に、集落こぞって楽しむひとときでもあります。鵜の鳥神楽も普代村の鵜の鳥神社を拠り所にして三陸沿岸を巡行しています。黒森神楽と各年で南回りと北回りを互いに繰り返しています。鵜の鳥神楽や黒森神楽が夜神楽を行っている沿岸部の宿の多くは家を流されるなど被災しています。昔から続いてきた巡行が危ぶまれる事態となっています。神楽巡行は沿岸部の帰巣文化に大きな影響を与えてきました。2つの神楽の構成メンバーは昔から沿岸各地の神楽上手が集まって行ってきました。またメンバーはその地元でも民族芸能の一員として活躍しています。桜も開花した4月中旬は桜祭りなどのイベントが自粛され、民族芸能も上演される機会が減りました。沿岸からは内陸に多くの避難者が滞在していました。宝の木沢念仏剣舞は避難所になっている温泉施設で慰問を行いました。北上の鬼剣舞が桜の名所で東日本大震災の犠牲になった方々の供養を四十九日の法要に合わせて行いました。桜祭りの中止に伴い鬼剣舞など芸能公演がなくなったことで企画されました。鬼剣舞はお盆など供養の日に家々や寺で踊る念仏剣舞です。北上市鬼剣舞連合会は民族芸能として演じることの意義を確認し合い、全12団体で臨みました。大槌町の薄沢獅子踊りが遠野市に招かれ公演しました。薄沢獅子踊りの伝承館は避難所として活動し、遠野からも支援を受けていました。避難所で暮らしていた人たちにいち早く獅子踊りを披露し、マスメディアでも取り上げられました。5月に入ると自主的なイベントに民族芸能が招かれるようになりました。中野七つ舞の流れを組む盛岡の団体が保存会のメンバーを呼び、一緒にバザールで公演しました。5月3日の岩泉町尾本の中野白山神社の奉納は被災者を配慮して中止していました。
陸前高田市の七夕祭りは市民が大事にしていた行事でした。高田町では12町内から華麗な七夕飾りに彩られた山車が町中を巡り歩きました。七夕は盆の最初の行事であり、先祖を迎える大事な儀礼です。気仙町の喧嘩七夕は山車をぶつけ合い引き合って祭りが盛り上がります。七夕祭りの山車や太鼓のほとんどが津波で流されました。被災現場から見つかった山車や太鼓などを見た市民は初めは途方に暮れました。しばらくして七夕祭りを絶やしてはいけないという声があちこちから湧き上がってきました。拾い上げた太鼓を無償で修理してくれる業者や太鼓を寄贈してくれる太鼓仲間が支援を始めました。喧嘩七夕に太鼓が贈られ寄贈式が行われました。多くの仲間を失い癒えぬ心を抱えながらも鎮魂と復興を誓い合って演奏しました。しかめ太鼓の牛の皆さんの、残念ながら亡くなられた方、まして家も流された方、あと家族、お父さんお母さん亡くなったこの子供たちの中にもおります。高田町の動く七夕祭りのメンバーたちも加わる氷上太鼓も太鼓寄贈式で演奏しました。そのメンバーの祭りをするために笛がないという訴えに、内陸の神楽が笛を50本作って祭り組数団体に寄贈しました。道具もなくなったということを聞いて、少しでもお役に立てれればと思いまして、村長なんですけれども、また町の復興に頑張っていただきたいと思いますので、JR の復興支援イベントで笛を贈呈され、動く七夕の太鼓演奏を披露しました。七夕祭りへの各方面からの支援も動き始めました。町中で山車を運行することが困難なため、高田小学校の校庭を会場に行うことを決めました。6月に入ると被災地の民族芸能が内陸に招かれるようになりました。盛岡市の桜山神社では例大祭の芸能奉納を取りやめましたが、改めて復興祈願祭を開き、被災地から民族芸能を招きました。山田町の八幡大神楽は津波と火災でほとんどの道具を失いました。この日は神社に奉納してあった頭を使い、太鼓を借りて演じました。大船渡市沖来も津波で甚大な被害を受けました。浦浜念仏券売は伝承館が流され道具の大半を失いました。獅子踊りの装束は失わなかったので、券売と合同で百花日の供養を行い回向を捧げました。5月2日に大船渡市郷土芸能協会は、被災して道具類を失った団体が集まって公的な助成を受けて復活を果たそうと協議しました。しかし準備不足のために断念しましたが、企業メセナなどの民間支援を受ける方向で活動を展開しました。黒森神楽は被災地での活動を控えていましたが、太郎町の仮設住宅への入居完了に合わせて慰問活動から再開しました。神楽衆も肉親を失ったり家屋を失ったりしています。例年4月から春祭りなど沿岸各地に招かれ奉納していましたが、ほとんどできませんでした。山田町の山側にある関口神社の祭礼が例年通り行われました。民族芸能など多数奉納する祭りとしては震災以後沿岸では初めてのことでした。八幡大神楽は太鼓を注文したが間に合わないため借用を訴えたところ、
東京の音楽家が申し出てくれました。山田大神楽もこの祭りから活動を再開しました。道具類は被害を逃れましたが、容易に再開できませんでした。祭りを見に来ていた黒森神楽のメンバーが飛び入りで不動尊神楽の胴を取りました。活動を再開した黒森神楽は中尊寺で開かれた平泉の世界遺産登録記念式典に招かれ奉納しました。この後も神社祭礼やイベントに出演し、9月下旬から1週間被災地の支援をしてくれたロシアにお礼を兼ねてモスクワで講演してきました。釜石魚市場は津波で破壊され使用不能になっていました。この市場では毎年7月中旬に夏の港祭りを開催し、虎舞をはじめ各地の民族芸能が公演されていました。開催が危ぶまれましたが、地域に明るさを取り戻そうと復興祈願の祭りとして開催されました。釜石市には浜ごとに虎舞や大神楽があり、祭りが何よりも重んじられています。虎舞のメンバーには、祭りがない、虎舞がない釜石には住んでいる理由がないとまで言い切る人がいます。釜石虎舞保存連合会はいち早く地域復興のシンボルとして活動を再開しました。日本財団からは伝統芸能復興支援の助成金を受けました。3月11日一瞬にして破壊された大船渡市松崎町門野浜地区です。松崎小学校が即避難所になり、集落役員や消防団員の虎舞メンバーは避難者支援に奔走しました。ストーブや寝具、食料品など持ち寄り、避難所の経営に当たりました。仮設住宅が完成して入居が完了した時期を見計らって、避難所であった体育館で虎舞を再開しました。保存会会長はどれだけの人たちが来てくれるかと心配していましたが、仮設住宅に暮らす大半の人が鑑賞してくれたことに、改めて虎舞の大切さを感じたと語っていました。保存会では盆には虎舞はできないこともあり、7月中に復活させたいと装束を揃え復活祭に臨みました。それでも参加できる人数の関係で3頭立てではできず、2頭の虎舞になりました。保存会の伝承館もシャッターや玄関が壊れたので、6月中に修理して練習場所を確保しました。犠牲になった人々の新盆は沿岸一斉にそれぞれ思いを込めて行われました。大槌町キリキリでは新盆の供養は各芸能団体が独自に行い、16日の産砂の祭礼に臨みました。境内で獅子踊り、大神楽、虎舞が奉納しましたが、踊り足りないと道路でそれぞれ踊りました。被災前の大船渡市街地風景ですが、津波は商業地や工業地帯に壊滅的な被害をもたらしました。気仙地方は3年、5年、7年の間隔で式年祭が行われます。2011年は
大船渡市中心部の式年祭でしたが、神事のみで行われました。式年祭ではそれぞれの町内や企業が獅子踊りや権現舞、出し、手踊りで参加し、神輿を船に乗せて渡御する引き船祭りなどが盛大に行われます。式年祭に奉納予定だった笹崎地区の獅子踊りは保存倉庫ごと流され、道具一切を失いました。大船渡の獅子踊りは本物の日本鹿の角を使用しているので入手が危ぶまれましたが、関西の支援者たちが大量に確保してくれました。その後助成を受けて制作を進め、6月には関西公演も企画されています。笹崎獅子踊りは大船渡中学校で伝承活動を行っています。中学生用の装束は無事であったので、全国中学校総合文化祭に向けて保存会の指導を受け大会に臨みました。8月下旬から10月までは沿岸地方も秋祭りシーズンです。久慈市の祭りも復興祈願を掲げて例年通り盛大に行われました。比較的民族芸能の被害は少なかった久慈以北ですが、久慈市の七戸屋保存会は太鼓などが流されました。山田祭りとして知られる八幡神社と大杉神社の祭りが行われました。例年は町中を神輿と郷土芸能が練り歩き、おみこしが海に入るなど大きく盛り上がりますが、2011年は境内での芸能奉納中心の祭りになりました。大槌祭りは例年大槌稲荷神社と小槌神社の祭礼に合わせて行われ、それぞれ神輿の川渡り行事や引き船行事など町挙げての祭りでした。里宮は津波で流されましたが、奇跡的に小槌神社本社が守られたので2011年は境内を中心に行われました。各芸能団体はこの日のために装束を揃え準備をしてきました。10月、陸前高田市広田の黒崎神社の祭りで梯子虎舞が奉納されました。流された20数メーターの梯子が奇跡的に発見されました。広田半島は震災後一時孤立状態になりましたが、地域が一丸となって救援活動を行いました。陸前高田市の民族芸能の実態は情報が不足して長い期間つかめませんでした。芸能団体にも犠牲になられた方々があり、活動にはためらいもありました。月沢鎧念仏剣舞の伝承集落は山側にあるので被災はしませんでしたが、集落からメンバーを含む犠牲者を出していました。8月14日には現場が新盆供養を行いました。中尊寺での公演は盆以降初めての奉納でした。釜石市で集い民族芸能の復興に必要なことはという報告会が沿岸市町村職員や芸能関係者が出席して行われました。大槌町のその団体のことを言えば、ほとんどのまず団体が屋台、太鼓、笛、衣装、ほとんどみんなこう流されたという感じでございます。大槌もキリキリも結局祭りをこう行列といいますか、こう町内を歩くわけなんですが、
お祭りがあって、この辺ではお花というんですけどね、まあ、おひねりみたいなものですよ。それをいただいて、それが会の1年の活動資金になる。小船渡市の郷土芸能協会の中なんですが、32団体ほどありまして、この中で大小を合わせまして10団体が主催を受けました。金額は大きいのから小さいのからありますが、その中で、まあ、今年温かいご支援をいただきまして、今準備をしているというようなところであります。おかげさまで装束等は、今順調にして進んでいるところなんですが、これからその芸能をそれぞれやはり踊りをつなぐことが大事じゃないかなと、こう私常々思っております。芸能は飾りじゃない、装束だけじゃない、踊り継ぐことが芸能だと私はそういうふうに思っているわけなんで。秋の釜石祭りは市内での芸能パレード公演はできませんでしたが、残された船舶を使って引き船祭りを行い、尾崎神社から祭神を迎えて例大祭を執行しました。祭り初日は祭神を里宮に迎え、境内で虎舞など奉納しました。また支援を受けて特別会場で虎舞や大神楽と大田楽が共演しました。祭り2日目は神輿が市内を巡業しましたが、廃屋になった商店街を歩くのは勇気がいると参加者は言っていました。釜石市で第2回の虎舞フェスティバルが昨年に引き続き開催されました。虎舞の町おこしイベントの継続を願う虎舞保存会連合会の強い意志で開催にこぎつけました。審査にあった後は、まあ、できる状態じゃないっていうか、事務所、宿も壊れたので、海の近くだったの、50メートルぐらい海から、なので活動拠点がなくなって、打診も壊れて、で何人か人もなくなったんですよね、関係者も。なのでちょっと3ヶ月ぐらい休んでとっていうこと で八幡神社の方で復興祈願例大祭をやるということに決まった日から、まあ、準備をして9月に間に合わせたと。2ヶ月ぐらいかかったんですかね、出汁の準備から虎頭の準備から。虎の頭はね、大体15ぐらいあったんですけど、ほとんど水に濡れて、あるいは潰されて、でそれを一つ一つチェックをして5つだけ、まあ、使えるだろうというそれを修理して、今現在5つだけ、でやっぱりね、郷土芸能っていうのはやらないと伝わっていかないんですよね、伝統というかその継続だから、やることによって後継者が出てくるわけだし、これはもうやらざるを得ないと。で後ろをそれこそ向いられないので、まあ、形は変わってもやっていくと。皆さんみんなそういう感じで、こういうイベントがあれば出ましょうと、まあ、自分たちの生活も落ち着いてない状況だったんでね、今みんな仮設に入って、そこからまあ練習とか準備やってる状態なので、やっぱまあ時間はかかるのかなと。問題はその見る人たちがやっぱり落ち着いた生活に戻らないと、この芸能までいかないですからね、まずそっちも復興してもらって、クジラも合わせで、まあ、元に戻ればいいなと思うんですけど。安堵の虎舞は頭や装束など多くを失いました。仲間も犠牲になり、集落も焼失しています。4月17日に安堵小学校で行われた花見でも、
他の虎舞と合同で演じ、大槌の復興を誓い合いました。震災では、仲間のほとんどが全部影響を受けましてですね、亡くなった方もおりますし、また道具関係とか衣装ほとんども壊滅的だったんです。で、いろんなところからの支援をいただきまして、現在来ているやつも全部新しくさせていただきまして、本当に感謝した質問です。そして全員で生きているもので、みんなでまず復興して頑張っていこうということで、もう始めてましたので、9月の大槌の祭りをはじめとして今盛んにこう動いている状態ですし、それから出汁なんかも作ってたのを途中で被災しましたん で今後また新たにということで始めてますので、これからみんなに感謝ですね、頑張っていきたいなと思ってますね。トラマを通じてね、子どもたちもみんな元気にやってますので、はい、皆さんの支援をまたお願いしたいと思います。本当にありがとうございます。虎舞協議会というのもございますので、 その他にあと郷土芸能団体もお祭りを通してやってますので、ね、その先全員で頑張っていくようになってます。虎舞団体の多くは道具の保管場所や練習場がなく困難をきたしています。道具類の支援を受けても仮設住宅なので置く場所がありません。宇野住まいは江戸時代から内陸との交通の要衝として栄えた町でしたが、その町並みが消えてしまいました。宇野住まい虎舞もほとんど道具は流されましたが、拾い上げられた頭を修理し活動を再開しました。10月には茨城県日立市で公演してきました。長い歴史のある青年会ですので、絶対この灯火は絶やしちゃいけないと思って、それとやっぱり会員一人一人が、やりたいっていう気持ち、それが一番だったと思います。はい、我々ができること何かって考えたときに、やっぱり虎舞踊ったりっていうことが一番だと思うので、何かこう元気づけられるっていう方向で、何かこう町のために頑張っていきたいなと思います。はい、最初の頃はね、全然思わなかったんですよ。だけどもやっぱりこう日数経つにしたがって、やっぱりくよくよしてないなっていうような感じがあって、でやっぱりやるかっていうので、結局だから12月になったんですけどね、やっていかったなとは思ってます。はい、皆さんそれぞれいろんな思いがあったでしょうね。そうでしょうね。やっぱりほら亡くなった会員も結構いますんでね、だからその点ではまず供養にもなるんじゃないかなと思って。この郷土芸能を守るにしても、これからの子どもたちがここに残るようなことを考えないとということは、やっぱり雇用も関係しますしね。だから一番大事なのは、ここ今高校生卒業して残れる状況の職場があるかないかっていうことが一番の大事な点だと思うんですよ。だからやっぱりそれに対しても行政の方で少しそういうのにこう目を通してもらって、結局若い人が残らないことには、このいつまで持続できるかっていうのもありますしね。2012年元旦、大槌町の小槌神社里宮跡地で城山虎舞が奉納していました。仮設住宅を回り、門縁も行いました。例年は神社に奉納してから夜まで町中を門縁して歩きます。仮設でもな、ああやって一軒やれば
おらいもおらいもとかよ、あとああやって人集まってきて、いや、よかった、こう思わなかったもんな、こうなるってな、もうちょっとこうちょっとみんな引くかなと思ったけど、そういうのもあったけど、やっぱ見て、その今日も多いだったけど涙をこう垂れそうな、そうそうそう、流しそうな、お母さんとかも手握ってくれて、ありがとうありがとうって、なあ言って、こうやって、やってみては来てよかったなと思う、意外だったんだから、なんかもうちょっとみんな冷めてんのかなと思ったっけ、そうでなくて、なんかそれも改めて感じやな、まあ、これをまだお祭りとつなげて、はい、大船渡市中赤崎でも権現様の春祈祷が行われました。赤崎地区も大きな被害を受けた地域ですが、中赤崎獅子舞保存会は年中行事の大事さを考え行いました。通常はご祈祷の謝金をいただくのですが、今回は一切どんな謝金も受け取りませんでした。門中組虎舞伝承地大船渡市松崎町の各町内でも春祈祷が行われていました。門の浜集落でも虎舞の会員が中心になって門打ちをしていました。鵜の鳥神楽は7日に神社で南回りの舞立ち儀礼を行いました。8日には地元で復興新年神楽の集いを開き舞を披露しました。今回は舞立ちましたが、被災した宿に配慮して宿取りは行わず、依頼された公演に応じました。小正月の15日、陸前高田市の河原町で春祈祷を行いました。高田町は各町内で正月の春祈祷を権現様や虎舞で行い、夏は七夕行事を行っています。河原町の町内会は解散し、元住民は仮設住宅などで暮らしていますが、祭り組はそのまま維持し、正月行事と盆行事を行っています。本当のことを言いますと、この今この催しはこの子どもたちがいないとできなかったです、この彼らとかが参加してくれなかったら、大人だけの力でとっても無理ですね。あ、そうですか、まあ、本当にこうやってやってもらってるのに元気をもらって、大人がそれに引っ張られてるっていう感じですかね。野田村の小正月行事が役場前の広場で行われ、芸能などが出演し、どんと焼きが行われました。夜は青年会の名もみ行事が行われました。鵜の鳥神楽が釜石市の箱崎白浜の宿に招かれ、神楽を行いました。宿主さんは前年7月にも避難所に鵜の鳥神楽を招き、白浜集落の方々に鑑賞していただいています。前の宿主さんの家は津波の被害に遭い、犠牲になった方もおりました。鵜の鳥神楽は神楽念仏で極供しました。鵜の鳥神楽は大槌湾に面する浜のほとんどに宿があり、昔は赤浜から船で白浜に送られてきて2晩神楽を行っていました。それらの宿の多くが津波の被害を受けています。白浜虎舞は被災後中断していましたが、
この巡業を機に奉納して復活しました。今までやかいやったった俺たちもパワーをもらったね今回ね、うん、明日からまだやるしかないです。はい、頑張ります。被災して身内を亡くされた方とかもたくさんいますし、実際親戚とかもたくさん亡くなっているので、そういう複雑な気持ちの中で準備を進めてて本当にいいのかなっていう思いはすごくありました。うん、だからやっぱこういうことがあれば戻ってくるなっていう思いがあって、うん、常にもうとにかくもここに帰ってきてほしいっていう思いで、うん、何か考えてます。はい、隣の箱崎地区の宿も被災しまして、でまたその隣の室浜っていうところの宿はもう流出して何もない状態でしたんで、まあその2つの宿の分も含めまして、うちはまあ幸い残ってましたんで、ここだけは白浜のうちの宿だけが残ってたんで、まあそっちの両隣の宿の代わりも務めたい。2月5日普代村大田鍋集落に黒森神楽が巡業しました。大堤防で集落は守られましたが、漁業施設など大きな被害を受けています。会場は熱気に包まれ、恵比寿前では本物の鮭が釣り上げられるなど盛り上がりました。最高、助かりました。元気づけられました。はい、本当にご苦労様でした。はい、楽しかったです。はい、みんなのこの船員を密度を頑張ってまず復活図がね、そういうので巡業をしていかねばなんねえなというようなことです。2月18日、田野畑村島残しで黒森神楽の神楽念仏が行われました。仮設住宅で行われたボランティア巡業でも大きく盛り上がっていました。3月3日、黒森神楽が太郎の海に向かって神楽念仏を捧げました。このメンバーの中には弟さんを津波で失い翌日一周忌を行う神楽衆もいました。夜神楽の翌朝、太郎の仮設住宅の方々が位牌を持ち寄り、黒森神楽の神楽念仏で供養をしました。
東日本大震災から丸1年、各地で追悼と復興祈願の集いが行われました。奥州市伊沢区の伝承芸能祭りで南下幅念仏献梅が供養の儀礼を行いました。櫓の上段に古い面を飾り、供物を並べ焼香しました。戦後では初めての儀礼でした。陸前高田市気仙町の成田山で前年に引き続き花見が行われました。地元の喧嘩七夕太鼓や鬼剣梅など内陸や沖縄の方々が講演しました。5月3日に岩泉町尾本の中野白山神社のお祭りが2年ぶりに行われ、中野七住まいが奉納しました。あいにくの雨で門付けはできませんでしたが、公民館や介護施設で踊りを披露しました。大船渡市の行山流笹崎獅子踊りは津波で一切の道具を失いました。日本財団や企業メセナの支援を受けて1年数ヶ月ぶりに装束類が揃いました。庭元そのもの、それから倉庫一切が失ったわけでございます。国立民族学博物館を中心とした鹿の角の支援が大きな後押しになりました。宮古市尾萌の漁港の復旧が始まっています。まあ、今年はあれから1年ということで、まあ、組合員の皆さんも大体この生産活動もやや軌道に乗りつつあるというようなことから、今年はの海の我々漁師の、まあ、神様ですから、この時様この お祭りをできるだけ盛大にみんなで楽しくお祝いをして、本当の意味での復興を祈願しようと、お願いをしようと、こういうことで、まあ今年はこういう見学を立てたわけでございます。尾萌漁協はわずかに残った漁船を共同で使いながら、いち早く養殖を再開しました。2年ぶりの祭りに尾萌中学校の生徒が剣梅や三日村を奉納しました。指導したのは尾萌在住の黒森神楽衆でした。笹崎獅子踊りが地元での準備がようやく整い、小学校体育館で踊りを披露しました。前年は地元鴨神社の式年祭で稼働中を行う予定でしたができなかったため、住民たちは遺灰を持ち寄り合同で供養を受けました。うちでもお位牌などを頼んだんですけども、はい、なんかあの文章なんか見ると本当に感動して、涙が出て止まりませんでした。
先に更新いただいてよ、こんなんで復活して感無量だ、涙で見なくて、自分の夫からね、息子から送ったから、こんな投げて一緒に流したかと思ったっけ、復活して面白い、万歳してや。大船渡夢商店街付近の特設ステージにおきまして、動く七夕祭りに多くのボランティアが訪れました。山車の制作にも各方面から物心両面の支援が寄せられました。動く七夕の山車は昨年より大幅に増えて12町内9台が町内を練り歩きました。気仙町の喧嘩七夕祭りは2台の山車が復活し、勇壮な山車のぶつけ合いもできました。七夕祭りは犠牲になられた方々への供養と復興への決意が込められていたようです。鎮魂と復興のイベント、三陸海の盆の取り組みで、釜石市の虎舞が各地の仮設住宅団地を訪問しました。宇野住まい虎舞は地元栗林地区で披露しました。宮古市太郎の墓地に津波で亡くなられた方々の名前が書かれた東日本大震災大津波記念碑が立っていました。田野畑村の菅の久保獅子踊り剣舞は地元の墓地で盆供養の回向を捧げ、獅子踊りと剣舞を奉納しました。大槌町の墓地でも大勢の人が墓参りに訪れていました。大船渡市赤崎の厳島神社祭礼が行われました。長浜獅子踊りも津波で装束一切が流されましたが、笹崎獅子踊りと同様の支援を受けて復活を果たし、祭礼への奉納が踊り始めとなりました。仮設住宅前の広場で直らいが行われ、ボランティアが準備を手伝っていました。この地区でも津波の犠牲になられた方々がおりました。その方々の供養も行われました。長浜獅子踊りの前の会長さんも津波でお亡くなりになっています。
前年の祭りは神社境内の芸能奉納だけでしたが、この年は神輿渡御が行われ、芸能もお供しました。浜で神事が執り行われ、鎮魂と海上安全が祈願されました。津波被害地は区画整理が予定されており、今までの町並みでの神輿渡御はできなくなると考えられています。神輿が神社に収まると、それぞれの芸能団体は地域に散らばり門打ちをしました。獅子踊りは12軒から回向を頼まれ、夕方まで門打ちしました。山田町大浦地区の虎舞は木製の虎頭でしたが、津波で流出してしまいました。横浜能楽堂のチャリティー公演の駅近で、能面師が古い頭を参考にして二頭を制作してくれました。この日は虎頭への入魂と虎舞の披露を軽ヶ岳神社境内で行いました。大浦の虎舞は和島内の虎退治と刺し取り舞、全国的には鳥刺し舞という祝福芸の組み合わせです。今日は本当に心から喜びます、まあ、これがこの部落の起爆剤になってね、いろいろな木類や道具を揃えたけども、果たして人が踊り子だとか太鼓で叩くいろいろな人があったか、続いて終わりも終わりもと戻やった方々が今日なんかわざわざ東京からも来た若いつもりで、それでやっぱりまずでつのはなんとね、言葉では言い表せない何があるんじゃないですか。まずれつな若い人の心の支えじゃないですか。前年の山田祭りは八幡宮境内での芸能奉納を中心とした祭りでしたが、この年は神輿の修理が完了したことで神輿渡御を行いました。町内7団体の民族芸能が神輿のお供をして町内を巡りました。住民は仮設住宅から出向き、家のあった場所で祭壇に花を飾り、塩などを備えて神輿を待っていました。要所要所にあるお旅所では、神事の後、割り振られた芸能が奉納しました。
トネリたちは担ぎ同士の神輿を急な階段を必死で登り無事に収めました。この時トネリたちは故郷への1年分の思いを遂げるといいます。山田祭りは八幡宮例大祭と北浜の大杉神社例大祭の総称です。大杉神社は津波で大破し、北浜集落も家屋は全くありません。大杉神社の神輿もバラバラになり使用できません。7月下旬、大杉神社の総代と山田区年行事の一行が柳沢地区の本宮参りを行いました。北浜地区は集団移転が決まっており、いずれ神社も遷座されると考えられています。大杉神社例大祭は神社で神事と芸能の奉納で行われました。以前の祭りは神輿が海に入る潮盛りを行い、山田湾入り口の明神岬を参拝し、湾内で引き船祭りを行い、船上では恵比寿舞が奉納されました。下船した神輿は芸能のお供を受けて町内を巡り歩きました。そのような祭りがいつ復活できるかは定かではありませんが、祭りを支える総代会と選手組織の山田区年行事、そして神輿会が模索しながら再興へ向けて努力しています。しかし祭りは地域の経済的バックアップがあって成り立っており、現状では楽観できません。山田湾のもう一つの浜、大沢地区も来年には神社で祭りを行えるように芸能団体へ呼びかけが始まっています。大槌町の祭りも神輿渡御を行いました。前年大槌稲荷神社は周辺に配慮して神事だけを行いました。安土赤浜地区は町並みがないため、お旅所で神事と芸能奉納を行い、仮設商店街や仮設住宅へ進行しました。神輿が神社に収まると獅子踊りが回向を頼まれて供養していました。翌日は小槌神社の祭りでした。神輿の担ぎ手も100人以上集まり、息が上がっていました。
今年はまあ、震災で、まあ、1年半経ってますけども、震災で亡くなった方に対して、まあ、塩をまいて、まず道を清めて、で、みこし渡御をすることによって、まあ、亡くなった方に対して供養になれればいいなと思ってます。あ、来年から盛り土、まあ、笠上げが始まれば、まあ、多分来年からは、まあ、旧の町並みを渡御することができないと思うんで、まあ、今年多分最後だと思うんで、あとはもう来年からはちょっと分からない状態なんで、まあ、今年最後ということで、もう気持ちはもうあれですね、高ぶってます。獅子踊りを先頭に長い行列ができました。町内外から十数団体が奉納しました。旧大槌町役場前で臼沢獅子踊りが奉納しました。小槌神社里宮は跡形もありません。神輿を前に徳波獅子踊りが奉納しました。昼頃から本降りの雨模様になりましたが、みこしの渡御は続けられ、お旅所で芸能奉納が行われました。被災地の民族芸能はこの1年数ヶ月の間に次々とよみがえって、集落やイベント、祭りで思いの丈を訴えてきました。未だ癒えぬ心を抱えながらも生き抜く決意を、民族芸能など暮らしに溶け込んできた文化に託して頑張っている姿に、私たちは感動と勇気を与えられ続けています。しかし1年数ヶ月を経過しても、暮らしや地域の様子は未だ大きな変化はありません。町並みがない、なりわいがない、戻る家がないなど、残された課題の大きさは途方もありません。被災地への支援の輪はまだまだこれからです。震災を風化させず、どこまで被災地と寄り添っていけるかが、被災地復興の鍵を握っていると考えます。